い、どうも船さんです、今のね、日本経済これをね、良くするためにはデフレ脱却が必要です。ではね、このデフレ脱却どのようにね行っていけばいいのかというね、話をしているのがこちらのオンラインサロンです。で、このね、私言論活動をねもっともっとこの先ね幅を広げていきたいなと思っておりますね、実際にですね、いろんな地方で、直接ねお話ができるようなね機会をねこの騒動がね、沈静化すればね、機会も作っていきたいなと思っております。まあそういう活動のね、原資もやっぱり必要になってきますので、そういうね応援の意味も込めましてですね、こちらのね、オンラインサロンの方にご登録いただけると非常にありがたいと思っております。ぜひともね、ご登録の方よろしくお願いします。今回の新型によってですね、皆さんもですね、多大な被害を被っている方、めちゃめちゃ多いと思うんですね。はい。で世間でもですねやっぱりね、この非常時に対してはやっぱ政府は何とかするべきだっていう声がむちゃくちゃ多いわけですよ。というか、まあ自分がね、被害を被っているだから何とかしてくれっていう声の方が強いかもしれないですね。被害を受けた人が多いってことですよね、経済的なね。で今回のこの新型によっての経済被害、これに対する、まあ、経済支援を訴える人がむちゃくちゃ多いんですけれども、これね日本の経済がガタガタっと崩れたこのね発端って何なのかって、まあ近々で言うと去年の10月の消費税増税 10% への消費税増税ね、ここによってですね、そもそもかなり、ガタガタに崩れてしまいましたね。じゃあこのねガタガタっと崩れたこの消費税増税、ここの分はみんな何とも思わないのかな。だって新型の影響によって経済がボロボロになったのと、この消費増税によってボロボロになったのの、これ何の違いがあるんだっていう話なんですね。これ要するになんで今新型によってボロボロになったこの経済を下支えしてくれって言ってるのかっていうと、自分たちのおまんまを確保できないからですよ。でこの新型の影響によってビジネスができない、売上が立たない、利益が取れない、だから保証してくれってみんな言ってるわけですよね。ね、ビジネスがちゃんとできないから保証してくれって言ってるわけですよ。じゃあなんでビジネスができないのか。ね、みんながみんな、ね、経済活動を止めてしまっているからですよね。例えば分かりやすいので言うと、今回の新型の影響によって外国人の来日がなくなっています。ということは、インバウンド事業をしている人たちにとってみればもう収入はゼロに等しいわけですよね。この新型の影響によってインバウンドがなくなった、だから需要がなくなった、だから保証してくれって言ってるわけですよね。ね、これと増税によって需要がなくなった、これって需要のなくなり方ね、この理由が違うだけで、需要がなくなったから生活が困窮するというのはこれ同列にあるわけですよ。なんらこの新型だからとかっていう理由じゃなくて、何の引き金でもね、たどり着くところはお客さんがいなくなったっていうところなんですね。でこの新型は致し方ないね、でも増税の影響は致し方なくないね、これはおかしいですよね。ねえ、もっと言うとですよ、これまで増税の前ね、8% だった時、消費税 8% だった時も、まあ日本はね、デフレから脱却できていません。これはね総理も認めているところです。デフレから脱却できていません。でデフレから脱却できていないということは物価は全然上がっていないということですよ
ね、下がり続けているということですね。物価が上がらないということは売上が下がっていっています。売上が下がるということは利益も下がっていきます。利益が下がるということは所得も下がっていきますね。これはですね、実体経済だけを見た話ですよね。これが、まあ貿易ね、輸出企業、あとはですね金融界ね、まあ投資によって儲けている、まあこの辺をね、加味するとですね、まあ所得がね上がった人も、まあそれなりにいらっしゃるんですけれども、国内の実体経済だけで見るとどん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 下がり続けています。で普通の一般の人たちはね、やっぱりねほとんどがね国内の一般経済ね、国内の実体経済でご飯を食べているわけですよ。だからねやっぱりね、このどん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 下がり続けるこの状況の中では、やっぱりねこの新型の影響であったり増税の影響と何ら変わらず需要は減っていってるわけですよ。需要は減っていってます。で、お客さんはどん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 いなくなっていくわけですよ、財布の中身がどん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 減っていっていますから、買い物する金額はどん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 下がり続けていくわけですよね。じゃあなぜこの新型はみんな世論は政府は今こそ保障するべきだって言って何らかしらの経済対策をするべきだと声高に叫ぶくせにですよね、消費税増税の時あるいはそれまでのデフレ経済によるこの状況は政府は何もしてはいけないという判断になるのか、このポイントに至って私はね理解できないわけですよね。というのは国民が経済的に今非常に危ないというね、状況だと判断すればみんなそこは政府が何とかしないといけないよというのであればですよね、これね日本の景気が調子が良くて、で政策もしっかりできているね、間違っていない、その中でもね、あぶれてしまった人たちというのはそこはね、もっとやりようがあったのではないのか、努力が必要だったのではないのかという話で進んでいくと思います。ですけれども確実に需要がなくなっていってる、需要が減っていっている中でね、その需要を奪い合う、要するにどん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 ね、淘汰される人間が出てくるわけですよね。この淘汰された人っていうのはやっぱりね、まあ社会的ね弱者に陥っていくわけですよね。それが何なのかというと生活保護受給者になっていったりとかですね、ね、まあ最悪ね、自ら命を絶ってしまう人たちなんかもいるわけですよ。ね、でこうやって不景気がずーっと続いてきた中で、ね、これこそもう今回の新型と何ら変わらない状況なんじゃないのかと。今ね、しっかりと富を稼いだ金持ちですね、金持ちからするとデフレで増税、この新型ね、いやいやお前ら努力が足りないんだよって思ってると思いますよ。だってデフレの頃だって俺はめっちゃ稼いだし、飯食えてるしでめっちゃええ生活できてるから、お前らの努力が足りなくてお前らの工夫が足りないんだよ、頭が悪いお前らが悪いんだよ、この増税そんな 2% 上がったぐらいでビジネスが傾く、そんなビジネスをしているお前らが悪いんだよ。で今回の新型、この新型の影響でビジネスが頓挫してしまう、そのビジネスモデルをちゃんと考えてなかったお前らが悪いんだよ、俺は今でも利益ちゃんと上がっているんだよ、いや自己責任じゃないのかって思ってるんですよね。こういう人たちからしてみれば関係ないやろと。で逆にですね、この新型だろうが増税だろうがもっともっと前からね、かなりギリギリの状況でやってこられている方は、いやいや今回新型でギャーギャー言ってるけど、いやもっともっと手前から救済せなあかん状況はずっと続いてたぞと、やのにね、これまで放置したこの新型と今までのデフレの放置でこの増税に対するこの経済の下落、何が違うねんと、全部延長線上にあるやないかいとね、全部全部
ね、政府の政策が失敗している、ね、これが大きな原因になっているんだから、今回の新型の話にしても、しっかりと下支えしろっていうんなら、しっかりとね、今までの失勢が引き起こしたこのデフレ、これもね、しっかりとね、民間を支えていかなあかんのちゃうんかと。これもごもっともなんですよ。はい。で、金持ちからしても、いや、お前ら自己責任だろうって。ね、自己責任を言う人からすると、今回の新型も自己責任ですよね。だからこそ、この新型だからっていう発想がそもそもおかしいわけで、全部一緒なはずなんですよ。これね、バブルの時、何でもいいからポンと出したら売れた時代。ね、この中で失敗した人。ね、これはね、いや、努力が足りなかったんじゃないのかとか、センスがなかったんじゃないのか。これはね、その理由の一つに組み込まれると思います。ですけれども、完全に先細っている経済の中でですよ。ね、事業所帯がどん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 、増えている中でですよ。ね、奪い合う。で、負けた奴らは、落ちこぼれていく。ここで勝ち上がるためには、欲望をむき出しにして、ね、その椅子を勝ち取り続けなければならない。ね、これこそがね、不毛な争いの他ないわけですよね。だって、需要さえしっかりとね、正常な状態に持っていくことができればですよ。ね、絶対にこんな不毛な争いをする必要はないんです。はい。で、民間経済は、需要は成長していたぞ、公的需要も上がっていたぞというね、話をする方がいるんですけれども、いやいや、それ以上の、生活維持コストが上がってるから、可処分所得、実質賃金はどん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 下がってるんだよと。このね、可処分所得、実質賃金が下がっているところに一番の問題が生じているわけですよ。大体ですね、ね、自分たち自由に使えるお金の金額がどん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 下がっている、これを不景気と呼ばずして何を不景気と呼ぶんだという話なんで、だからこそね、コストが上がっていく、それ以上にですね、自分たちの、自由に使える、金額が上がっていくね、だからこそ物が売れる、この状態に持っていって初めて自己責任だろ、そっからは、いい商品を作っていい、適度にね、みんなにね、分かっていただいて認知していただいて、こういう活動をしていかないといけないね、この状態にまずは戻さないといけないんですよ、日本は。で、各国を見るとね、健全な国はしっかりとね、成長しているわけです。成長している中でね、事業を行ってですね、経済活動をしているわけですよ。このね、フェアな状態にまず戻しましょう。でなければ政府が何らかしらの経済対策をやり続けないといけないということをしっかりと声高に叫んでいく必要があると思います。ということで、今日はね、ちょっと今回の新型だけでちょっと騒ぎすぎだと。実はこの新型というのはずーっと続いてるこの流れの延長線上にある問題でしかないんだよというお話をさせていただきました。ということで本日の動画がね、面白かったとかためになったと思っていただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、私公式ツイッターアカウント下の概要欄に載ってます。そちらの方からね、ぜひとも、フォローの方もよろしくお願いします。ということで本日はこの辺で失礼します。